本日は立方三重大学塾生にとって大変貴重な経験をさせていただく日でもあります。これから初めての立方へと向かう塾生、今の心境を聞いてみた。やっぱり緊張するのも仕方ないんですけど、そういう場に初めて行くことでもっと得るものとか、そういう雰囲気に慣れていくものもできると思うので期待しています。立方の前に縁起担ぎとして森塩と梅干しを用意します。二礼二拍手一礼の作法をし、おみきを頂戴いたします。梅干しに塩をたっぷりとつけて、そのまま一口でいただく。そしておみきで口を清め、立て方が始まります。今回ご造営を担当させていただく神社は宮原神社といいます。和歌山県有田市にある応神天皇、すなわち八幡神を主祭神とする神社になります。宮大工塾生もこのような作業に携わらせていただき、本当にありがたい次第です。柱を立てる前にまず土台を取り付けしていきます。当て木をして木材が傷つかないように丁寧に作業を進めていきます。いろんなことが経験できる、それが宮大工養成塾です。土台が据え終わりました。それでは柱を立てていきます。柱に書いてある番付の通り木材を運び、そこに柱を立てていきます。絶対に間違えることができないので確認に確認です。さて、初めての立柱、おそらく頭の中はもう真っ白でしょうが、目の前で起きることに夢中で何が何だかわからないでしょうが、やるしかないんです。これも経験です。立て方も順調に進み、壁板のはめ込みの作業に移っていきます。壁板のはめ込みが終盤へと差し掛かり、ようやくお宮としての形ができてきました。次から次へと材料が組まれていきます。せーの、本日のクライマックス、胸納めです。塾生と職人さんで一緒に納めていきますが、なかなかタイミングが合いません。これも経験の一つでしょう。ちょっと合わせてください。本日はお疲れ様でした。はい、トンで、ね、はい、せーの。帰りの車の中ではバタンキュー、疲れたんでしょうね。今日立て方しましたけども、どうでしたか？立て方やっぱり初めだったので、難しいところもあって、自分で考えて材料を動きたり、いろんな会社とかの人たちも手を合わせることもできなかったし、そういうところでちょっと失敗かなとか思うところはありますけど、でもやっぱり最初の経験な分、これをいい方向に発展させて、次の立て方っていうか、そういう場に行った時に自分でちゃんと考えて、相手の方が仕事がよく進めるよう方向で準備できるようになりたいと思います。今日初めて立て方をやったんですけど、やっぱ自分で考えて行動することはちょっとうまくできなくて、やっぱ聞くことがやっぱ多くなってしまったのはちょっと良くなかったです。けど今回ちょっとしっかりと考えることは、自分なりには考えることはあんまできたんで、まあこれを次の作業の時に活かしたりとかできたらいいなとは思います。